さあ続いてはエリアの話題をお伝えするわが町レポートのコーナーです。さあ、今日のラインナップはこの3本です。どうぞ。はい、まずは青島小学校で行われましたしめ縄作りの模様を、はい、はい、続いて宮崎サザンビューティー美容専門学校で行われました大樹祭の模様です。はい、そしてもう一つ宮崎インターナショナルクリスマスストリート2013の模様をお伝えします。はい、まずはしめ縄作りです。青島小学校で行われたしめ縄作り、青島地域まちづくり推進委員会のメンバーが中心となって今年初めて行われました。こういった稲わらというかですね、これを使ってこういった縄を作ったりとか多分経験がないと思います。それでこうやって経験していくことによって地元の稲わらを使った道具ができるということをよくよく理解してもらうというのが一つと、これが継続してできるようにですね、まちづくりのでまた今後事業の取り組みしていきたいというふうには思っています。青島地域で7月下旬に刈り込んだ稲わらを使い、左回りに締めた3本の束を編み上げていきます。子どもたちは硬い稲わらに苦戦をしていましたが、地域の人に手伝ってもらいながら手足を上手に使って縄をなっていました。1、2年生は教室でタコの形をした飾りにお正月のシールを貼ったり、末広がりを意味する扇を作りました。最後に全校生徒が体育館に集まり、1、2年生が作った飾りに加え、稲穂や松、梅の肌などを飾り付ければ完成です。すごい立派。うん、針金を巻くところが難しかったです。一生懸命作っているのが頬を揺りました。おじいちゃんおばあちゃんに教えてもらって、僕たちよりか数倍うまかったです。家の玄関の上の方に飾りたいと思います。子供と接することがこう健康で老後の幸せですね。楽しかった。みんなで作ったしめ縄で新年を華やかに迎えられそうですね。MSG 大原カレッジリーグ合同学園祭大樹祭が開かれました。学園祭には宮崎情報ビジネス専門学校や宮崎サザンビューティー美容専門学校など4校に通うおよそ700人の学生が参加しました。会場ではステージイベントや出店のほかにプチサロンもオープン。シャンプーやセット、ブローに加えネイルカラーや1時間のフェイシャルマッサージなどプロさながらの技術を手頃な値段で体験できます。ドキドキしましたね。はい、自分がやって鏡越しになんか顔が見えるから、あ、喜んでくれてるなとかダイレクトに分かるんで、はい、ちょっと頑張りました。はい、いや、こんなおしゃれな髪型したことがなかったんで、すごくいいです。たくさんお客様とお話ができるのですごく楽しいです。なんか人にやってもらったりするのが初めてで、なんかいい経験になりました。美容科1年生によるファッションショーではメイク、セット、衣装をすべて生徒が担当し、ハイブリッドをテーマに異質のものを組み合わせたファッションを披露しました。これポイントは花びらメイクですね。あと雑誌を全部切り合わせて作って、自然ともののけと髪のハイブリッドです。緊張もするし大変だけど、みんなで作ってきたものだからみんなに見てもらえて嬉しい。大いに盛り上がった大樹祭、日頃学んできた技術で訪れた人を楽しませていました。ボンベルタ立花ポケットパークで宮崎インターナショナルクリスマスストリート2013が開催されました。ドイツではですね、クリスマスの時にはどこの町でも大きなクリスマス市場をやってます。熱い食べ物の販売とクリスマスのプレゼントの雑貨の販売したりとかですね、それはどこでもやっているので、宮崎でもそういう私のドイツの文化を宮崎でも紹介しようと思って、
クリスマスマーケットという、まあ、クリスマスストリートを開催することになりました。会場となった通りには9カ国26店舗が軒を連ね、クリスマスムード一色です。クリスマスの本場ドイツのおもちゃやオーナメントをはじめ、世界各国のクリスマス料理も堪能できます。こちらはピラウマサラという香辛料を使ったタンザニアの炊き込みご飯とチキンスープ。コロンビアのクリスマス料理はコロンビアのソーセージとポテトを揚げたもの。デザートにはトウモロコシ味とチョコ味のクリスマスムースです。初めて食べたんですけど、軟骨みたいなのも入っててすごい美味しいです。ちょっとしょっぱくて、パンが甘くて絶妙です。いいですね。なんかいろんな国の料理も食べれるし、実際にコロンビアの方も売ってるんで楽しいです。なってクリスマスツリーとか、作らせてもらって面白かったです。ビーズたくさんつけた。来場者は宮崎で過ごす一味違ったクリスマスを満喫していました。はい、3本お送りしました、さあ最初は青島小学校で行われたしめ縄作りですね。でもあの出来栄えはすごいんじゃないですか。家に飾りたいなと思いましたし、立派でしたね。やっぱりああいう地域の方々が一緒に手伝ったっていうのもね、地域としての交流にもなりますから、おっしゃってましたもんね。おじいちゃんおばあちゃんがそのお孫さん世代と触れ合うことができて、またそういった技術を目の前で見せてもらったら、尊敬しますもんだって、子供もね、僕たちより数段うまかったって言ってましたもんね。数段どころじゃないですよ、締め縄って。でも最近見ないですよ。見ないね。昔は車にもつけてましたから、あのフロントにね、絶対つけてましたけどね。つけようよ、つけよう、つけよう。今から会いましょうかね。あ、もう自分でね、なってください。そして2本目、そしてあのサザンビューティー美容専門学校、あのプチサロンとか、そしてあのハイブリッドをテーマにしたファッションショ ー、あれは個性的でね、本当美容専門学校ならではのイベントでしたよね。僕去年あの行って、そのそれこそ学生さんに爪すごいネイル綺麗にしてもらいました。甘皮を取ってもらったり。どうでした、初の甘皮取ったんですか。やっぱもうみんなほら一生懸命やってくれたから良かったですよ。その隣の子はすごい可愛かったんですけどね。これいや、そのやってこれこれ失礼でしょ、冗談です。もうその子もすごい素敵な子でしたけどね。そしてラストが、あとはクリスマス、ね、日本のクリスマスってよくあの外国の方から見ると、あれ なんだこの文化は、なんかやっぱその国それぞれにいろんなそのクリスマスの定番があるじゃないですか。だからこういった世界各国のいろんなクリスマスの定番を知るっていうのはまたこれいい機会じゃないかなと思いますけどね。あと一度にクリスマスグッズが集まったりとかするのは、その買い物にクリスマスの準備に行けてすごくいいのかなと。マーケットができたら可愛いですよね。そしてね、3本とも魅力なイベントでした、以上わがまちレポートのコーナーでした。さあ CM の後は月曜音楽館です。ちなみに体育祭ではチキナンがライブしたそうですよ。